じゃあ、あっちゃんです。今日はちょっとね、ローソンとセグイで、新製品ちょっと見に行きたいと思います。安全運転に心がけましょう。運転士カードが挿入されています。こんにちは。今日も暑いですね。ちょっと今日ちょっと、ね、気をつけてください。お世話になったおっちゃん近所のおっちゃんでね、うん、なんかね、体壊して毎日散歩してるみたいでちょっとセブンとローソン行きましょう。ちょっとセブン先見に行こうか。見れで何か見よう。ちょっと見てきます。カードが残っています。ちょっとね、適当に買ってきました、まあまあネタになりそうなものなんぼかと。今日のねデザートを仕入れてきましたってことでね、はい、帰りました帰りました。ローソンからね、火曜日はね、コンビニ巡りをしないといけないんだけど、まあ、いろいろとね、新製品もあってんけどね、最近ポテチ系を食べる間がなくてね、ポテチ系を食べる間がないか、あんま買ってもなと思って、ポテチ系のレビューをしてないねんけどね、それもまたね、していきたいなとは思うんだけどね。やっぱね、まあ、いろんな人でもやってると思うのよ。でもやっぱそのあっちゃんねる見て参考にしてくれてる人もいてたから、うん、だからね、できたら、うん、あっちゃんなりのね、こんなんだよっていうレビューもしたいなと思って、うん、そうやってね、自分の味覚もね変わってくるっていうか、いろんな味を覚えることもいいことやなって思ったりもするし、でそれをねこう伝える力も養えるかなと思ったり、うん、全然もうね1年ぐらい経って1年ちょい経って1年とか、もう YouTube を始めて2年なんのか、一昨年のね秋にね初めてこう顔出し動画、顔出しっていうかこうね、岡山のサーキット行く時に撮って話し出したんぐらいから始めて、そこまだねちょっとしたレビューとかやってたけど大したレビューできてなかった、で去年のほんまにね、去年の春からほぼ本活動みたいになってたからねんけど、まあね、2年ぐらい経って、5000人まで来てね、やっぱね嬉しいし、でやっぱもっともっとね、みんなにこうものを伝えるっていうのを養っていきたいなって思ったりもするし、やっぱあっちゃん今日結構ねこう表現力が苦手やねんね、昔から。でうまく人に伝えるのって苦手やから、こういうことすることによってね、またちょっとずつでも、なんだそういうのを養えられたらなと思って、ちょっと今何をちょろちょろキラキラチラチラチラキョロキョロキラキラちゃうよ、チラ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 見てるから道の駅がすごい気になるね。なんかね、いろいろと道の駅もねまた来たいな。秋になってね商品変わってる気もするね。ただね、奈良のね名産、宇陀の名産も紹介したいんだけど高い1個買うのにやっぱり1000円近くするから、ただコンビニのねポテチだったら高くてもやっぱり200円ぐらいやから、なんとかね小遣いでこう紹介できるレビューやってレベルやねんけども、ね、やっぱ1個1000円になってきたらちょっと考えちゃうんよね。まずまずいかんとちょっと行ってきます。はい、ローソンもね、ちょっとネタになりそうなものをちょっと買ってきました。安全運転に心がけましょう。運転士カードが挿入されています。ね、今日ね、お昼ね、もうローソンのね、新製品の、あれ買いました。サラダ、こんにゃくサラダ麺みたいなのを買った。だからね、それでお昼さっと食べましょう。
ちょっとね、お出かけの予定が入るから、今日火曜日しよう。水曜日と木曜日とお出かけの予定が入る。金曜日は多分何もなかった気がするよ。いや、わかんない。なんかお買い物も行きたいしね、ちょっとお出かけしようと思って。で、金曜日もしかしたらまた、なんかね、考える、ドライブ系のネタっていうか、ネタ用のドライブでもしようかな。暑いね、でも。車ね、今31度です。車の中ね。真ん中しか車の車外温度かな。ね、なんで今週ちょっとね、わかんないね。金曜日はわかるけど、でも金曜日ね、ちょっとね、こう先週ライブがね、できへんかった。簡易ライブっていうか、レンダリング中にね、空いた時間でちょろっとライブしたけども、定期的なライブできへん、定期ライブができへんかった。結構遅めからやったから、みんな入ってもらえへんかったと思うからね、ちょっとね、ちゃんとライブしようかなと思って。だから、体調整えたいね。ちょっとね、今日頭痛もしたので、体調が思わしくなかったんで。体調整えたね。てかね、この人ちょっと、あ、なんか言ってないんだ。帰って、ついてしまった。では帰ります。バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今6時です。ちょっとね、食材があんまりないんで、スーパー森が、今日の日に買いに行きます。ないことはないんだけどね、解凍するの忘れとったんよ。今6時やし、解凍間に合わへんなと思って、なんか買いに行きます。何しようかな。何しようかな。見たつご。ヒカルはね、カレーって言うんだけど、今頃からカレー作るのもなと思って。カレーもうちょっと時間かかるよって話しとって。もうカレー鍋したとこやしさ、カレーばっかりどうかと思って。なんかね、楽に作れて、何がいいかな。まあ、見たすごいね。ちょっとお刺身食べたいと思うけどな。一応ご飯はね、仕掛けてあるから。何かな。無線です。何しようかな。もうすば作んねんけどね。何しようかな。まあ、何しようかって決めていってね、売ってへんかったらがっかりというか、何もできへんからね。まあ、適当に見て考えましょう。今日一食分だけでいいでね。よいしょ。よいしょ。スーパーモリカで買い物してきました。お刺身のね、半額だった。だからね、カツオのたたきと、あれと買ってきた。タコ、水タコ。美味しそうだからね。半額でした。380円の半額。2個でだから380円。とね、ジャーマンポテトでもしてあげようかなと思って。
ベーコンあるからね、うちね。だからそれでジャーマンポテトでもしましょうか。はい、ちょっと帰りましょう。6時ちょっと過ぎたぐらいかね。もうちょっとしたらご飯炊けるから、ちょっと今日休憩できるね。うん、で子供とね、多分また、寮さっき帰ってきたから、ちょっとね、出て行く時に下から歩いてたから、もう帰ってるやろうからね。運動会前でなんか準備でいろいろなんかグッズとか作ってねって、で遅なってるらしい。ね、中学校最後の思い出やからね、運動会でね、いい思い出を作ってもらうのね。それもね、学生生活の楽しみやもんね。入りますね。後でまたね、買ってきたものを紹介しますね。では、またね。バイバイ。